3、2、1、プレミアリュースタート。皆さん、2月14日は一体何の日でしょうか？ん？何何？バレンタインデー。これはチョコととある一人の男の恨みと怨念の物語。かつてプレリューはスライムチョコやロシアンデスビスコディウムなど多種多様なことをした。さらに今年はある男からチョコレートを入手し、そして今回ある一人の英雄プレミアに人類の思いを託された。故に彼らを伝説の愚か者と言われることになったのである。どうも、リア充撲滅委員会所属プレミアリューです。2月14日はヒデにとっては実際作家かバレンタインデーでござる。やりとってもわー、最も残酷な日である聖バレンタインデーである。やりとった、ちょっと残酷な。ホワイトデーでございます。1年前もこういうのにしたな。まあもちろんのこと、プレミアリーの今年のもらったチョコレートの数はゼロ。いや、あのバレンタインデーなんですけども、バレンタインって普通、女子が男子にチョコレートをあげる。まあ女子が女子で、あの友チョコ、義理チョコ、まあ本命チョコ、本命チョコだったり、まあいろんなチョコを渡すんですよ。女子が男子に、まあ要するに女子が作って女子が渡すんですけども、もしバレンタインデーの時にあなたがチョコレートをもらったらどういう反応をしますか？今回はとある材料を大量に用意しました。それがこちら。チョコレート、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 チョコレートは明治。明治じゃないんだけど、こちら、バレンタインチョコ、5袋。これを見てどう思います？まずこちら、絞るだけホイップ生クリーム。続いてこちら、トッピングセット。続いてデコペンピンク。わかる？わかる？この意味が、この意味がわかりますか？はい、皆さん、この意味わかります？視聴者の皆様ね、わかります？これプレミアリューがバレンタインチョコ作ってとある男にあげます。そしてどんな反応するのかです。そのとある男とは、まあ今年はね、バレンタインチョコもらってないんですけども、いや多分とある男はもらっただろうな。じゃがいものパシー君ね、いますよ。いつだっけやな、2週間前か、期末テスト前だからな、3週間前ぐらいかな。それぐらいに、まあ、T さんからバレンタインチョコもらった、イエーイみたいな変な動画出したんですよ。こちら、こちらの動画ね。はい、こちらの動画以来なんですけども、よいしょ、そちらの動画で、皆さん、2月14日、楽しみにしてくださいね。待ってろよ、パシリって言ったの、覚えてます？皆様、2月14日、楽しみにしててくださいね。楽しみにしてろよ、パシリ。なんでね、バレンタインチョコ作る前に、私の話をちょっと聞いてください。まあ、時は遡って、まあ、3週間前にあの動画が出たんですけども、まあ、時は遡って3、4ヶ月ぐらい前、まあ、私、席替えしたんですよ。そしたら、見事 YouTuber のプレミアリューとパシリが、まあ、1号車、2号車、3号車ってあるじゃないですか。一番後ろにされたんですよ、2人だけ。二人だけマジで孤独なぼっち席。いや、なんでしょうね。YouTuber ははぶられるんでしょうかね。じゃ、わかんないんですけども。なんか、俺たち二人だけこう、なんか、遠いとこに、置かれて。まあ、全然よかったんですよ。まあ、全然よかったんですけども。それ以降よ。バシル君が毎回こっちの俺の席の方に来るのよ。そして、何か、対抗しては、なんか、肩パンチしてきたり、いろんなことするんですよ。で、それでね、バシル君、うるさい。やめて。って言うんですよ。したら、デコピンしてくるんですよ、マジ。意味がわかんないことが入ってデコピンしてくるんですよ。で、まあ、最初6段俺もやり返しましたよ。と思って、バーンってデコピンしてやったんですけども、それから何回もこう、髪の上のスレスレのとこバーンってやったり、バーン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 。うわぁ、うざくて、うざくて、うざくて、こいつ、いつか痛い目に合わせてやりてぇなと思ったんですよ。ずっとデコピン、デコピン、デコピン。マジで、イラついて、こいつやっぱ一発なんかやんねえとダメだなということで、その後も、3、4ヶ月間ずっとデコピンやらパンチやら太鼓やらシューリズムやらうるさいのを毎回毎回取れてたんですよ。そのために俺は大丈夫、今のうちは我慢しとくよ。ただ
2月14日楽しみにしててねって言ったんですよ。あいつバカなんで、2月14日何の日だかさっぱりわかんないですよ。バレンタインだっていうこともさっぱりわかんないですよ、あいつ。なんで、2月14日、散々ね、デコピンされてきて、俺何もやり返してないんだから、デコピンの分、一気に、ぶつけてやろうじゃありませんか。ということで、今回の、ドッキリでございます。バレンタインデーの時にチョコレートをもらったらパシリ君はどんな反応するのか、ドッキリよっ。まあ料理は得意な方ですよ。カップラーメンと、ペヤング焼きそば作れるぐらいですから、まあ料理は、得意な方です。さあということで、まずはチョコレート作っていきましょう。レッツクッティング。ドッキリしたら面白くないからダブルドッキリで、いやいやそれぐらいがちょうどいい。いかにどれだけ女子が作ってるように見せるか、ここが、重要でございます。あ、ちなみにこの黄色いのデストス入ってます。まあ、チョコレートの時点であんまりあるけど、こちらなんか黒ごまみたいなやつ振りかければだけ、遅くて長きに長いやつだ。どっち食ってもらしなんだよ。パシリさん、これぜひ食べてみてください。プレミアリエさんが甘いもの克服第2弾するとおっしゃっていたので、ぜひバレンタインデーなのでリュウさんもどうぞ。ペンネームココア。お前は甘いもの嫌いだから知らないかもしんないけどさ、普通に出してもらったらあーって思ってるよ多分。いっけ、なんか熱唱されてる、熱唱されてる。こいつやったなマジで。レストじゃないこれ。こいつやったな。どれも入ってるでしょ。デストースの匂いがするぞ。どれもデストース入ってんじゃん。ご視聴ありがとうございました。こいつデストース入れてんやこいつ。うわぁ、こいつマジやったわ。でも女子が作られてねえよな、そんな。デストースが入ってる。参りましたー。これがオトムからの手告状だ。ドッキリ失敗。これ絶対コメントなんでさ、失敗どうよ面白みなんもねえよ。どうする。いや俺は面白いから。プレミアショーに壊せよ。したらどうしよう。抹茶ソーダ、抹茶ソーダがバレたから。お前は分かるんだよ、お前の入れたものを。俺は匂いで分かるんだよ、お前が入れたものを。帰れ、ほら帰れ、帰る。よし、ありがとう。帰れ。だけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバイ、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。説明欄の方に詳しいことが載っているので、ぜひぜひ見てください。そしてこの動画ね、面白かったよっていう人は共有もよろしくお願いいたします。チャンネル登録も高評価もよろしくお願いいたします。チャンネル登録したってデメリットはあるわけではないので、ぜひ見てください。それではブー。